話した？どうしたのだ？今日の指導はおかしいぞ。あ、指導、どうかちゃん、おはよう。うむ、リンネ、おはようだ。ちゃんと起きれた？どうせ起こされたんでしょ。じゃあ朝ごはんはちゃんと食べれたんだよね。お弁当もちゃんと作ったの？え、そう？おばさん臭かったわ。なに、指導、もらってくれるの？もう冗談だよ、冗談。トウカちゃん怒るよ。なんでもない。おっと、いつかくん、トウカちゃんとラブラブ投稿してきたの？お安くないですな。トウカちゃん、頑張ってるね。うむ、努力はしているぞ。大丈夫、純真なトウカちゃんの乙女心に磨きがかかれば、もう誰も止められないわよ。そうか、そうだといいのだが。世の中には知らない方がいいこともある。ちょっと、人聞きの悪いこと言わないでくれない？私たちがいつトウカちゃんによからぬことを吹き込んだってのよ。そうよ、言いがかりもいいところだわ。私たちの万全なバックアップがあるからこそ、いつかくんだってデレデレ鼻の下伸ばしっぱなしで過ごせてるんじゃない。今息してられるのも私たちのおかげなのに。あまり私を怒らせない方がいい。月夜の晩ばかりじゃないことを。とにかく五日くんは、トウカちゃんの一挙手一投足から絶対目を離さないように。いい？もしもトウカちゃんを泣かせたら、お母さんに頼んで。お願いです、もう許してくださいって。泣いて詫びるまで車のバッテリーから電流流しちゃうから。裏社会では裏切りが一番の重罪。その時はただでは死なせない。ミツバチ一匹の毒は微量。人間が死に至るには全身を数千箇所刺されなきゃならないそうよ。ということで、五日くんは今後も仲良くトウカちゃんと一緒に投稿してくるように。わかったわね？シド、何の話をしてたのだ？そうか。シド、ヤトガミトウカと一緒に投稿してきたの。そう。ん？飛び位置折り紙、何か用か？別に。ちゃん、チャイムも鳴ったし、着席しないとダメ。うん。私の一番大事なものは指導だぞ。昼毛などではない。今のはあれだ、ただの本音だぞ。至極当然のことを言ったまりで全く。
り落としてしまった。もう食べれない。そうする。ありがとう、シド。飛び位置折り紙、貴様。それは飛んだ言いがかり。不憫な人、心がねじ曲がっていると純粋な事故もねじ曲がって見える。不憫だと？種に交われば赤くなる。シド、これ以上ヤトガミトウカと関わると私たちまで不憫になる。かったな、飛び位置折り紙。トウカちゃん落ち着いてね。ほら、よかったらみんなで一緒に食べない？リンネがそう言うなら。飛び位置さんもそれでどうかな？構わない、シド。よかった。それじゃ机を寄せてみんなで食べましょうね。いたしまして。あまりモテすぎるのも考えものね。ううん、なんでもないよ。あ、飛び市さん、お口に合うかわからないけど、よかったら私のお弁当からもどうぞ。気遣いは無用、指導から分けてもらうだけでも。そうなの？指導がそう言うなら。はい、どうぞ、飛び市さん。待て、仕方がないの、飛び市折り紙。私の分も取り分けてやってもよいぞ。毒などもるか。私はただリンネのように優しく。え、私？なんでもない。とにかくただの親切だ。つべこべ言わずに持っていくといい。指導がそう言うなら。指導の作った料理、匂いを記憶しておかないと。問題ない。なんだかみんないつもと違うみたい。指導、女の子は指導が思ってるより複雑なの。もっとちゃんと見てあげないと。そういうのすごく重要だよ。なんでもない。まったく指導はもう。折り紙、聞こえる？ああ、五日くんだよね。
折り紙全然連絡をよこさなくてね。学校での様子はどう？そうなら少し安心したわ。舞台の喧嘩相手みたいなのが今入院中でね。折り紙も時間取らせちゃったわね。ああ、シン、何をしているんだい？ああ、そうだったな。それについては謝るよ。というわけなのだ。かあ、そうかいそうかい。涙ぐましい努力だね。よし、トウカちゃんのために私が一肌脱ごうじゃないか。はい、まさか。そう、駅前の天宮シネマのロイヤルシートチケットだよ。これなら天宮シネマの映画をいつでもどれでも誰とでも好きなのを選んで見れるから。はい、それは自分で使うつもりだったんじゃ。それ以上言うんじゃねえ。トウカちゃんが遠慮しちまうだろい。トウカちゃん受け取ってあげて。アイよ、すこぶるいい女にしてやってくんなぜ。うん、それ持って五日くんを映画に誘ってみなって。私が誘うのか。トウカちゃん、恋は駆け引きよ。いつも一歩引いててつつましやかで男に尽くす女でいるだけじゃダメな時もあるのよ。緩急一度こっちからも押しておいて、そしてまた引くの。難しいな。そんなことはアニマルには載ってなかったぞ。まあ、いろいろと参考にはなるんだけど。乙女の必須アイテムであったとしても、それで全てが解決できるわけじゃない。むしろ何でもマニュアルに載ってると思い込んじゃってると足元を救われちゃう可能性もあるわよ。だから、あとは実践して駆け引きの感覚を磨いていくのも大事よ。例えばマニュアルには、相手からアプローチメールが来たら1日くらい間を置いてじらしてから返信すると効果。人によって時間の感覚って違うから、1日待たせちゃうだけで一番効果的なタイミングを逸する時もあるの。ひどい時は1日の間に誰かに思い人を奪われたりもするし。それはまずいことだぞ。ね、だからマニュアル通りなだけでもいけないし、まだまだマニュアルに載ってないこともたくさんあるってわけで、今日はそのチケットでこっちから押してみるのね。そういうこと。うむ、動く頃合いやもしれぬな。どう誘えばよいのだ。ああ、心配しなくても秘策は用意してあるから。あのね、おっと、お待ちかねの五日くんが学校から出てきたわよ。それじゃあトウカちゃん、さっき言った通り頑張ってね。うん。ギャップよギャップ。つつましやかでいて芯のある大和なでしこと肉食系よ。押して引くんだからね。誘う時は強引に、でも映画館ではまたしっとりつつましく、それで勝つ。うん、助言かたじけない。やってみるのだ。マイ、ミー、邪魔しちゃ悪い。行くよ。シド。なんでもないぞ。それは私から誘わねばならんのだ。
時は強引にだった。シド、私をこれに。それでシドは私に夢中に。なんでもないのだ。それより早くこれで映画に連れて行ってくれ。それはすごいことなのか？私は映画が見たいから誘ったのではないぞ。シドウと一緒にいたいから誘ったのだ。ん？どうしたのだ？精神グラフをモニタリングしてれば一目瞭然よ。ただ位置情報とのリンクがうまくいってない。映画デートってわけね。そう、それじゃあニブチンの指導が映画選びで失敗しないように。はいはい、一生言ってなさい。とりあえず映画のジャンルだけこっちで絞って。本当ならタイトルまで弾き出してあげたいところだけど、今のフラックシナスの状況では無理ね。一応一般女性の総合データと当家の指向性の両方を参照しながら出してみるから、そのジャンルから現在上映されてる映画と照合して。よし、出たわね。今送るわ。当家なら何に喜ぶのかを慎重に見極めてちょうだい。一歩間違えばストレスの負荷をきっかけに暴走ってこともありえるわよ。
の成功を祈ってるわ。ちょっとうるさいわよ。いいシーンなんだから静かに。私はこうなってしまうのだ。シド、私にときめいたか？なんでもない、忘れてくれ。すまんが、私は先に帰る。ちょっと、トーカの精神泣ける恋愛系の映画を見たんだ。確かに途中の精神グラフは緊張もあるけど、それより楽しんでる数値の方がはるかに。指導の舵取りスキルとフォロースキルが足りなかっただけよ。逆に言えば指導だからそれくらいで済んだとも言えるわ。本当に鈍いわね。それどうしてそれを先に言わないのよ。こっちは位置情報までモニタリングできてないって言ったでしょ。今すぐ探してフォローしなさい、このアホシド。逃げ場はないわよ。さあ、私たちからのこのプレゼントを受けなさい。そうよ、トーカちゃんのために天宮タワー展望。ねえ、ジタバタするな。この地今なんて、トーカちゃんを自分でデートに誘うって、私たちの誠意が通じたのね。やはり電柱が必要か。なんだ、5日か。俺さ、なんか今のご時世さ、いつ何が起こるかわからないわけだろ。明日にでも
大きな空間心でも起きりゃみんなな、どんだけ頑張って彼女を作ったって、どんなに幸せなカップルになれたってなあ、いつかお前もそうやって彼女何人も作ったって。だからさ、一人でいいから俺に分けてくれよ。嫌だ、一人身のまま死ぬのは嫌だ。いつか俺にもお裾分けしてくれよ。